なのでちょっと外に今出かけられないじゃないですか。なのでお部屋でのんびりしようっていう。ご飯もテイクアウトして買ってきて。ねえ、雪降ってるよね名古屋。今日も写し消しすぎる。いや、でもそんな高くないよね今ってさ。ホテル安くなってるので、別にそう、ご飯屋さんもねやってないので、お仕事終わりにね買ってここにホテルに来ております。ルームサービス頼めばよかったのに。明日はルームサービスする？いや、なんでもいいんですけど、ルームサービスはさすがにまあちょっと高いっていう。何を食べたかというと、テイクアウトでございます。やっぱね、どうせならね愛知の美味しいものをね食べたいということで、テイクアウトあるよ、全部テイクアウトできるよ。まあそれは私も今日知ったんだけど、まあそんな感じで今日はのんびりしています。見てほら、でもさ、ホテルだったらどこもさ優雅に見えると思うんだよね。だいたいマダム感ある？セレブ感、マダム感。そう、グラスは普通にあのホテルに置いてあったから、それにボディメンテ入れてる。なんかの撮影みたいね。なんかすごい赤が差し色でいい感じですね。この椅子が本当にいい、すごい居心地いい。お上品なお嬢様ですね、ありがとう。そう見せてるだけです。いや、全然お高い部屋じゃないです、普通ぐらいの部屋です。エヴァ Q 始まったからは、じゃあね。何それ、何それ、久しぶりに配信見れてる、ありがとう。あー、エヴァ Q ってそういうことか、今からだ。映画館で見た？エヴァ見たことないんだよね。少し薄暗くするともっと音の、薄暗くしてみる。よいしょ。いや、さすがに暗いわ。よいしょ。どうですか？エヴァ、アマゾンプライムで見たばっかり。あ、そうなんだ。エヴァよりサリ、ありがとう。みんな今日の正午までのさやつ、4時販売申し込みましたか？お顔がよく見えない。嘘じゃん、めっちゃ見えるじゃん。新
ったりすぎた。こうちゃんみなるんコラボ始まった。あ、私明日の5時から、そうメールでね言ったんだけどね、明日の17時からこっちゃんとやります。あ、京都外れてるのあったから完売してる。うん、よかった、ありがとう。そう、でもなんかまあだいたい15、17時ぐらいからやります。17時了解、ありがとう。なんかさ、ホテル漏れるね、漏れる、いいですね、ライティングがいいですね。これさ、冷たくなったら固まるかな、今一瞬思った。大丈夫だよ、素材が良いので、ありがとう。今日は家じゃないの、今日は今名古屋なんですけど、お姉ちゃんも仕事で名古屋に来てるので一緒にお泊まりをしています。会えないけど頑張ってください、応援しています、ありがとう。なので一緒にいるんですが、ちょっと配信させてもらってます。後ろに調味料ないと不安になる。最近調味料の前でやってたもんね。うちでも平気だよ。たれちゃん食べ方上品です、ありがとう。メンバーになってから名古屋でホテル泊まるのは初めて。いや、ちょい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 やります。ソファーが懐かしい、ココちゃんが通り過ぎそう。あれ、これアイコンココちゃん、もしかしてかわいい。ではない、でも毎回これだよね。リップかわいい、ありがとう。なんかこの間涼波に会った時に、着物にはリップ赤い方がいいなと思って赤リップ借りたのね、貸してくれたのこれ。そしたら同じ色、全く同じ色3本持ってるからあげるって言ってくれた。ココちゃんを意識しました。やっぱり、サリちゃん髪型かわいい、ありがとう。今日も可愛いね、ありがとう。ご飯食べたよ。明日は中止になっちゃったけど、明後日はオンラインお話、そうそうだね、明日中止になっちゃったんですけど、名古屋で別のお仕事をするんですよ。
てはもうね、どんな格好するかだけは決めました。なんかちょっとだけなんかセクシー系な感じにします。あ、8日の公演も発表されたんだそう、8日の公演が多分ラストかもしれないですね、お稽古前の。あさってのオンラインは参加します、ありがとう明日のために枚数残してただけに残念、延期だけどね、ごめんね。そっか、延期は何日になったんだっけ。こんばんは延期の日はちょうどいないんだ。今日は大人の色気がそうなんですよ、大人の色気出してます。そうだね、時間によっては出れるかなって思ったけど、確か2回公演の日だったんだよね。これ音大丈夫だよ、大きくして。今日唇めっちゃ赤い、今赤くしました。延期参加できない、ギリギリえ、ミナルンとこっちゃん以外は誰が配信してるの。昨日までビジホ暮らしでしたうん、今日は青菜とか食べました。早く会いたい、ハリモだよ。どうだ、今日バズリズムだ、告知しなきゃ。バズリズム、なんか髪の毛がさ黒いと赤リップが映えますね。なんかめっちゃ乾燥してる目が会えるのも大事だけど、舞台頑張れる方がもっと大事だから大丈夫。ありがとう。明日頑張って起きなやな。お、スケイ文庫ありがとう。須田さんとのキックするとこありがとう。サリちゃんの瞳に吸い込まれそう、綺麗な顔、お、ありがとう。関西は6日遅れ、名古屋は17日遅れ。なるほど、バズリズム。でもよかった、遅れてても放送があるのは。水入ってる？入ってるっぽいよね。K2 だけでも3組がコラボです、すごっ。お部屋は広々ツインじゃなくて広々ダブルです。でもね、普通にね、一緒のセミダブルで一緒に寝たりするんですよ。いつ見ても綺麗ですね、ありがとうございます。そんなん言ってくれるのみんなだけだよ。新橋演馬場で知らし、
新橋演舞場でチラシもらってきました、ありがとう。いや今家族といるからね、ちょっとコラボはなるべく今はね、今はできないんですけど、今度しようかな、しよう今度来期の番人の舞台のチケット支払い完了しました、ありがとう、待ってます、頑張ります。仲の良い姉妹だとこと、あーでも仲いいかもね、なんか家族とか親戚とか仲いいですね基本。舞台のメール未だに来ないんだけど、あれそうなの？なんか多分先着順にやってるみたいです、多分あのメール送ってくれた順番にやってるみたいなので、もし来てない方はもうちょっとお待ちください、お待ちくださいから、振り込み先のメールお待ちくださいから音沙汰なし、多分順番にやってると思うのでお待ちください。多分ね、なんか早めに来た人からやってるみたいなので、順番に返してるらしいのでお待ちください。ちょっと私が直接関わってないんですけど、舞台初日行くよ、ありがとう。ちょっと皆さんまだ待っててね、来てない方いたら。振り込みメール来たけど仕事でできなかった、いや多分期限までにできてくれれば全然大丈夫です、ありがとうございます。そうなんか手作業でやってるみたいなので、皆さん気長にお待ちください、すみません。まあまあか、もうそうだね、キャンプインだね。いや実は最近なんか、まあ、全然そのキャンプとか関係ないんだけど、野球のなんか野球のお仕事があって、そちらもお楽しみに。サリが謝ることじゃないよ、僕が全部悪い。何それ、何それ、それは違うけど、ありがとう。それはもう全部マツペコリータが悪いんだ。なんかさ、キャンプの定点カメラとか見てたんだよね。今年も見よう。ストラックアウトの球速は何キロでしたか？わかんないです、球速。多分ワンバウンドしかできなかったからわかんないです。卓球のお仕事は一番わかんないな、まずは卓球しないとね。でも私卓球好きだよ、りょうはと二人でやって勝ったもん。いや負けたっけ、勝ったっけ、勝った気がする。4時16枚申し込んで9枚外れた。なんか嬉しいような寂しいような。楽天マー君帰ってきて、ね、まあでも私は西武しか応援しないので。マー君は好きですけど、マー君さんは今日楽天は応援しないので。ドラゴンズは応援しますよ。
れもマー君です。マー君西武の好きな選手は與座くんです。いいね。でも與座くんの与がね多分違う気がする。確か今年もソフトバンク推しです。いません。いやそれはもうみんなのあれですから自由なんで、そこはもうライバルだった場合はライバルとしてお話ししましょうね。リョウハは何してる？なんか配信とかやってる。パリーグはライオンズをします。ありがとう。ベイスターズを応援します。それはもうもうベイスターズも素晴らしいですね。私はバファローズを応援します。いいですね。それもいいです。何で配信してるの？携帯。携帯やで。何時まで配信しようかな。眠くなってきちゃう。なんかこんぐらいなんか優雅な配信スペース作りたいな。てかいや作ろうと思えば作れるんだろうけど、なんかもうなんかリビングから動かなすぎてリビングのどこかでやってしまうんだよね。生まれた時からカープファン。画面越しのサリにドキドキする。やめてよ恥ずかしい。明日チケット入金し、ありがとう。カープファン、そうだね。リラックスできそうな椅子だね。リラックスできるよ。もしかしてお姉さんエヴァ見てる？そうだよ。見て、めっちゃくつろげちゃう。パジャマ？なんかそうお部屋にあったやつ。よかった。たまにさここにホテルの名前入ってるじゃん。今さあ入ってない、よかった。思った。今夜はお泊まりで知りました。ありがとう。何ミナルンに何って言われてる？スプレー？何何？ボディメンテが白ワインのよう。確かにアルコールじゃないですよ皆さん。ちゃんとボディメンテですから。ボディメンテ、コンディショニングドリンク。いやでも違くない？ほらやっぱどう見てもさポカリみたいな色して。何スプレーババアって何？スプレーどういうこと？山形出身で楽天と中日を応援しています。うん、いいですね。なんかどっちも勝ったら嬉しいですよね。応援してるリーグのさ両リーグのチームが。こっちゃんって青学？違うと思う。マーヤンがいます。そうだね。レア駅の番人の公式サイトがリニューアルされてる。あれ？もうされて、また？なんかもう見た、あれ？そんな？うんうんうん。多分チラシが変わった時かな。私でもしょっちゅう見てるけど、ちょっと待ってね。Thank you, happy hour も笑ってほしい。外からすごい風の音がする。大丈夫。あ、本当だ。パワーアップしてる。かっこよくなってる。
なんかジャンって表示されるジャンってめっちゃかっこよくなってる。見る？いくよ。ほらジャンってジャンって出てくるようになってる。しかもイントロダクションとかもできてる。聖徳太子の予言書をめぐる青春時代活聖徳太子の予言書をめぐる青春時代活劇エンターテイメント。ん？私台本まだもらってないんだけどな。聞いてみよう。やばいよ、だって覚えなきゃいけないよ。やばいやばい。びっくり、メールが7件も来てた。仕事のなんだなんだ。お、皆さんにもうすぐ嬉しいお知らせがありそうですよ、新曲関連で。てってってれてうん、大丈夫な内容でした。はい、終わり。じゃあ今からバズリズムを告知します。バズリズム、ちなみに今日は何時から？関東民ゆえにバズリズム関東民見れるよ。よし、本日テレ多分ね、関東じゃない？関東だけだよね。あ、時計仕掛けの摩天楼、私でも分かる。めっちゃ名作ですよね。名作、出演します。で、恋落ちフラグ、あ、歌いました。